ナミさん、こんにちは。即果塾の久保です。いつも動画を送っていただきましてありがとうございます。えー、今回ですね、あのダイダルスのバージョンアップなんですけども、この前、440があったばかりで、今回441ですかねあの。Windows の11に至っては、ちょっとね、ダウンロードに不具合が起きてるみたいなんですけども、Windows の10以下、あもしくはね、Mac をご利用の方はスムーズにできているようです。 まあその他、あのやっぱりね、いろんな不具合が考えられますけども、でも、これほど正確にロードマップを進んでいる i c o もあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。うん、やっぱり体の選んでよかったですね。これ以外の選択肢はないと言ってもいいかもしれません。と同時にですね、2017年、18年に起きた i c o ブームってのは一体何だったんだろうかと、その全てがですね、インチキだったんじゃないかなと思えるぐらい、あやふやな計画だったですよね。でもそういったものに、 うん、人は飛びついて資金を失うわけなんですよ。体のを、もしね、私たちが今、当時に戻って紹介できるもんなら紹介したいですね。はい。えー、で、今回はね、えー、そういったバージョンアップの情報と、あとちょっと振り返って、体の枝の思い出なんですけども、ブロックチェーンエキスポがこの度開催されまして、おそらくもう始まってると思うんですけども、 えっと私もね会場の方にちょっと広告を出させてもらってですね広島観光事業株式会社の方で出させていただいてそっからはちょっとね控えてくださいということだったんですけどももう十分社名が出るだけでもよろしいかなっていうのとやっぱりねこういったプロジェクトには積極的に応援したいなと金銭的にもいろんな意識とかエネルギーもねまあ参加できてよかったなっていうところとうんあとあのチャールズ・ホスキンソンさんはいらっしゃらなかったみたいですけども まあ、オンラインでね、えー、なんか講義をしてくださるのかななんかお話をくださるのかなっていうところで、えー、このブロックチェーンエキスポ、令和3年、かなりいいものになったんじゃないかなと思っております。まあ、自報告ね、あのー、担当の方からまたお待ちしたいなというところですけども、私たちは私たちで、このステーキング報酬があと3ヶ月3、3時間か。3ヶ月じゃないですね。3時間ぐらいで入ると思いますんで、今まで何ヶ月ぐらい受け取ってきましたかね。 6ヶ月ぐらいですかね。私はね、3月ぐらいからなんで、ほんと半年なんですよ。で、半年で今、大体、1万1000円だぐらい増えたのかな。だから結構な資産額ですよね、このステーキング報酬だけでも。ステーキング報酬だけでも、もう十分な、お人財産っていう形でございます。これ10年続いたらだって、5、6千万とか、あとまあ、場合によって一1億とか2億になるわけですもんね。 うーんすごいですね、やっぱりね。それとともに、今回、体の枝が、バンクオブアメリカによってね、すごく評価されたっていうニュースも入ってきました。いやー、本当に何もかも、ね、良い,いですね。ビットコインも750万円をクリアして、760万ぐらいまでいったんですかね。で、イーサリアムは私の、まあ予想と期待が入り混じった、1イーサリアム100万円っていうところにね、 あと50今だいたい50万円弱ですからなかなかいってるなってことです、まあ、私のお大きな資産購入としましては XRP はこの前ね売却しましたんで今度はイーサリアムがあるかなっていうのとあとビットコインですねこちらの方もグッと決済してどっからかね体のだけの投資に切り替わるのかなと思ってますけどね、まあ、これからもナミさんと一緒に いろんな喜びを共有していきたいなと思っております。ありがとうございました。あ、じゃあね、あの山本くんの服送りますんで、もうちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と月曜日に発送作業すると思います。